ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。発売開始と同時に大きな話題を呼んでいるルーム音響補正システム IK マルチメディアアークスタジオ、このチャンネルでもアークスタジオに関する動画立て続けに公開してきました。もうすでにいろんな方が YouTube で動画レビューを公開されていますし、 X でアークスタジオと検索するとアークスタジオ買ったよ、届いたよっていう購入報告のポストから、自分のお部屋の音響特性を公開しているポストまで、たくさんヒットします。パクユー、いいことを思いつきました。アークスタジオが爆発的にヒットしている今なら、 DTMR の音楽制作部屋の超音に役立つ生きたデータがたくさん取れるんじゃないかなと。そこでお願いがあります。アークスタジオを導入した皆さん、あなたのお部屋の音響特性を教えていただけませんか？アマチュアからプロまで、様々な音楽制作家のお部屋の環境と、音響特性を僕が音頭を取って集約し、定期的に動画にして、皆さんと情報をシェアしていく。そうすれば超音に関する、効果的なヒントが得られるんじゃないかなと。データが集まれば集まるほどみんなにとってメリットが大きくなります。回答をしやすいように Google フォームを作成しました。僕のお部屋を例に記入方法を説明していきますので、説明欄に掲載している URL からフォームにアクセスしてご回答いただけないでしょうか。またアークスタジオ買ったけどまだ届いていないという方や、今のところ買う予定はないという方も、ぜひこの動画の拡散にご協力いただけないでしょうか。この企画うまく盛り上がったら、多くの人にとってめちゃくちゃ有意義な資料が残せると思います。何卒よろしくお願いいたします。今回は IK マルチメディアの ARC4 と X モニター、この2つのソフトで測定した音響特性のデータを募集します。他社の補正システムを利用されている方は、今回は申し訳ないですけれども除外させてください。理由は2つあります。一つ目の理由は、条件を揃えることでデータの精度を上げたいという理由。そして二つ目の理由は、製品を限定することで SNS での拡散がしやすいように、そしてあわよくばメーカーさんや代理店さんの後押しを得られればという理由です。まあ盛り上げやすいんじゃないかっていうことですね。少し面倒かもしれませんが、ぜひぜひご協力よろしくお願いします。それでは実際に僕のお部屋の情報をもとにフォームへ入力をしてみたいと思います。ぜひ参考にしてください。まずは名前ですね。パクユーと。あなたは、僕は作曲編曲の仕事っていうのは割合としてはそこまで高くないので、音楽家セミプロとさせてください。続いてスピーカーのメーカーがベアフットと。で、スピーカーのモデルがフットプリント02と。続いて、ビフォアとアフター、両方のグラフを表示させたスクリーンショットを添付してくださいということで、用意しておいたファイルを追加したいと思います。ここに、トラック。で、このグラフのスクリーンショットに関しては、フェイズモードはナチュラルに、そして、ターゲットはフラットに、コレクションタイプはシャープに、ローレンジ、ハイレンジはそれぞれフルの状態で撮影したものを添付してください。続いて、お部屋の状況がわかる写真や画像を添付してくださいということで、こちらもあらかじめ用意をしておきました。まずは、写真。追加して、次に iPad のメモアプリで手書きで作成したお部屋の図を添付したいと思います。もう一度ファイルを追加をクリックして、ファイルを追加、これで OK です。続いてお部屋の広さ 6.5 畳だったかな。で、天井の高さが240センチ。で、お部屋の縦の長さが、今回のフォーム入力のために改めて測り直したんですけれども、375センチでした。まあ、大体で大丈夫です。わからない人は、この辺は入力しなくても回答できるようになってます。で、横の長さが270センチと。
まあ、できれば天井の高さは、分かるとありがたいですかね。セッティングのポイントとしてはなんだろうな、制作と、動画編集どちらも快適に、こなせる部屋作りを意識しました。まあこんな感じでいいんじゃないでしょうか。で、今抱えている超音に関する悩み、140Hz から 150Hz あたりの、ピークがどうしても抑えられない、アークスタジオの補正に頼っている状態ですと。まあこんな感じでいいんじゃないでしょうか。そして、YouTube の URL、 もし YouTube ご自身のチャンネルがあるっていう方はこう回答していただければ、動画でご紹介する際に合わせて、ご紹介させていただけたらなと思います。 X のアカウントは、@8989PRK で、 Instagram のアカウントも@8989PRK と。質問は以上なんですけれども、このうち必須項目はお名前とこのあなたはっていう質問と、スピーカーのメーカー、スピーカーのモデル、そして、グラフを表示させたスクリーンショット、ここまでです。ここまでが用意できれば、回答していただけます。そこから先は、まあ、できるだけ、詳しい情報があれば、皆さんの参考になるデータが取れるかなということで、できる限り回答お願いしますっていう感じです。まあこのお部屋の広さとか高さ、縦横の長さっていうのはお部屋の状況によっては測り直すこと難しいと思いますし、めんどくさいと思いますので、なんとなくお部屋の全体像というか、特に、デスク周り、スピーカー周りが分かるような写真とか、図っていうのを添付していただけると、まあそれで分かるんじゃないかなと思います。で、送信と。回答を記録しましたと表示されれば、これで回答完了です。僕自身も皆さんのお部屋のセッティング、音響特性から何かヒントが得られるんじゃないかなと楽しみです。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのコメント、チャンネル登録、高評価が動画制作の励みになってます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また次の動画で。